ショー TV。 コマショー TV です。今回は最近流行りのローラーストーンという外交仕上げを紹介していきます。このローラーストーンは各都道府県に4社までしか工事できる業者がなくて、特許を取られているので唯一無二の真似できない外交になります。これが割れるとローラーストーンも割れてくるってことだよね、一緒に。そうなんです。ここに今クラック入ってる状態で、あその上に出すとするとまたこいつも動くから、上まで同じとこにひび入るんだ。一応ローラーストーンの基準を見ると、このクラックをネジにしてしまうと、この石のネジ、あじゃあ石をまたいでしまうと、ここでパカッと全部割れてしまう。基本的にリフォームに向いたもの。ああ、じゃあ万が一割れてもこういう目立たないとこになるってことですね。そうですね、ネジで割れて。今ある卵石を特殊な左官で埋めていきます。玄関アプローチのタイル仕上げのところもローラーストーンに変わります。タイルも卵石も残したまま施工できるのがローラーストーンの特徴で、リフォームに適しています。形を作るところは、特許取られてるみたいなんで動画撮影はできなかったんですけども、厚みが出なくて石の柄ができてます。もう仕上げをしていってるんですが、まだタイルの模様はついてないと。ついていきますも動画にはできないということで、モザイクをかけさせてもらいます。ローラーストーンの形が出来上がったので色をつけていきます。これも特殊塗料で自由な色で施工できます。横塗るって感じ。あ、ここを塗ってるんですね。はい。あ、あ、乾いたら色変わるんですね。こんだけ変わります。これもバランス見ながらなんですか。そうですね。
もうセンス、センスだけ。全然センスのみ試される場所になります。こっちは辛い。考える方がな。思いますか？うん。いや、こっちもセンスです。こっちもセンスです。チャンネル登録お願いします。